どっちがいい？ぶってます。なんで笑ってんの？正直に話します。不得があるからって言ったら安心しきっちゃって昨日一昨日とちょっと余裕を持ってしまった。私は疲れもあってパニックになって、今から取るって言ってくれたから分かります。あ、そういうこともあるよね。みんなそうだよね、多分。あ、ごめんなさい。大丈夫だよ、大丈夫だよ、あるよね。そうね、そうね。ダメだ、自分を取り戻そう。私ね、私ね、昔から顔よりも学校の勉強ができる人が割と好きだった。そういう意味では好き。好きです。でも私も全くできないわけじゃないの。自分で言うのもなんか恥ずかしいんですけど、理由は私数学はできてます。数学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 できてます。また私のケチエピソードをね。だからこの世の中には分かる人間と知らなくてもいい人間がいるわけ。頭いいのに分かんないけど、そのレベルがよく分からないけど、読めない、耳からの情報がないから、朝青龍とではない、水餃子、水餃子って言ってたじゃん。それついこの間だよ。なんかもう一個あったな。大御所、王が正しい。それがすごいね。眠いよ、めちゃくちゃ眠い。バレた。頑張ってんだ。聖書読めたの？それ全部漢字でしょ。あ、そうなんだ。ルビーっていうのが久しぶりに聞いたわ。ルビーって、ルビーっていう言葉に懐かしさを今感じてるよ。そんなに聞く？国語以外は得意だった？めちゃくちゃいい。いつの時代？時代にもよるんだよね。私ぐらいサボりまくってた時代もあるし、学校に行かなかったよ。小学校めちゃくちゃ良かった。寝てた。高校入って週2日しか行ってなかったから、先生からあと4日休んだら2年生になれないよって言われて、週2で通ってたのにあと残り4日とかっておかしくないとか思って、あっと思って、もうちょっと幅利かせて教えてほしいよね。今の感覚で言ったってせめて10日は欲しい。何で残り4日で言うのとか思ってて、4日とか。言ってない。言ったらびっくりするよ。頑張って言ってる時にね、体に染みついた運動神経の良さがやっぱり出ちゃう時があるの。体育の授業もあるじゃん。久しぶりに受けるわけよ。かったりいいなと思ってたよ。フットサルチームになって私がキーパーになったの。来たボール全部こう弾き返してたの。つい出ちゃうの、運動神経が良すぎて。そしたらそれを見た相手チームがあれっておかしいって思ったのね。うちの高校バレーがすごい強かった。次期キャプテンみたいなのがいて、それで火がついちゃったみたいで、私が全部止めるから真剣な顔で他の部活のメンバーもわっと集まってはい集合みたいな。
作戦会が始まったのね。下の方を狙えば大丈夫だからみたいな。はい、もうダメだ。大丈夫でしょ。それも全て弾き返して、学校めったに来ないのに、運動神経がいいことがバレてしまう。バレてなんか大学に行ったら変わった様子だったよね。また今度、また今度、行けてったんだよ。いや、大丈夫。悪いのがかっこいいって思っちゃうのがだいぶ遅かったんだよね。普通は中学生ぐらいで来るじゃん。大丈夫。大丈夫。大学も一切行く気もなかったから、親も不良になっちゃうよりはマシだって思って、車の免許、私4月までだから3年生になってすぐに取れるわけ。学校休んで車の学校通うの全然 OK で、どっちかに行ってればいいよみたいなこと言ってて、学校を決めてダメでダメでしょ。ちょっと軽くボケてたのかもしれないけど、ほらおばあさんだからさ。おばあちゃんの病院とかちゃんとやってた、送り迎えもできたよ。あるじゃん、私の切り返しの早いさ、パパパパってやってたじゃん。悲鳴が聞こえて、運動神経がないじゃん、だからビビってんだよ、私のすごいさ、この切り返しに。波がある30分。でも大丈夫そうだな。で私の運動神経はもっと話せるはずなんだけどな。よかったんだから。で何回見るの、何回も。さっきじゃん見たの。それ俺家で。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。Nobody eat.